はいどうも、タクタクです。エンジェリックシンドローム!やっていきましょう。前回の続きから。で、まだちょっといろいろね、読みたいものがあったので、上に行ってちょっと読むとこからなんですけど、何?さびれた街に、木々が生い茂っている写真が、表紙の本があるが、古代言語で書かれている。古代言語だからわかんないよね。古代言語と訳が並べて書いてある用紙が散らばっている。誰かが勉強していたようだ。ああ、もう、わかんない言葉もあるわけな。セクシーなお姉さんが表紙の本があるが、古代言語で書かれている。1800年ぐらい前のエロ本の可能性が。ハートを持った女の子が表紙の本があるが、古代言語で書かれている。なんだろうね。まあ、こんな感じですか、図書室は。綺麗なサンドグラス。ステンドグラス。階段、大図書室。階段ね。あ、でもなんか今、本みたいなのが落ちている。どうしてこんなところに本が。なんででしょうね。あ、なに?あ!ゲームオーバー?あれ?真っ暗。そうだ、さっきマッチ拾ったんだった。どこだろうここ。とりあえずさ、探索してみよう。マッチの部屋消えちゃう前に。急げ、急げ。あ、アピオヨン。何?おー、古いカンテラ、取る。で、カンテラに、はい、火がつければ。おー、よかった。まだ使えるみたい。それにしても、ここはどこだろう?なんだかすごく嫌な雰囲気の場所。グロリア、魔法で助けてくれたりしないかな?グロリア、助けてー。ダメと、元で読んでみたけど、やっぱりダメみたい。頑張って、出口を探してみよう。そんなね、魔法も万能ではないということですね。壁に張り紙がある。お帰り。え?本当に?これは?甲冑。ちょっと怖いかも。木に、中に何か入ってないかな。この木箱、道具があれば壊せそうかも。おなんか道具を探してこいというフラグ。あ、人がいる。男の人が座り込んでいる。死んでいるわけじゃないよね。どうしよう。声かける。大丈夫?あ、出た。黒い羽。黒髪の男、天使。いや、よかった。生きてた。あなたもここに迷い込んだの。大丈夫?セータか。ああ、大丈夫だ。君が明かりを持ってきてくれて助かった。君もここに迷い込んだのか。俺は大図書室の近くの廊下を歩いていたら、突然光る茨に同じだ。捕まって気がついたらここにいたんだが、私もそうなの。君は光る茨やこの場所について何か思い当たる節はあるか。何が何だか。そうか、まあひとまず一緒にここを出よう。君の名前は。私はアンジェル。俺は、ハカナだ。よろしく、アンジェル。うん。よろしくね、ハカナ。ハカナ。はかない。感じのハカナ。でも、この人、黒い羽の持ち主ですね。ということは、長生きさん。比較的長生きさん。こっち合ってんのかな?真っ赤な椅子が不自然に置かれている。やめとこう。なんか罠だよ。座ると多分死ぬんだよ。ハカナ、言いにくいんだけど、なんだ?近すぎてちょっと歩きにくいよ。少し離れられる?それは無理なお願いだ。こういう暗くて狭い場所は苦手なんだ。悪いが明るい場所に出るまで我慢してくれ。苦手なんだ。じゃあ仕方ないな。大人なのにハカナって怖がりさんなの?なんとでも言え。そういえば、アンジェは何歳なんだ?12歳だよ。ハカナは ?18 歳だ。やっぱり大人じゃない。もっと言ってると思った。やっぱり大人じゃないでしょ。そうか。まあ確かに12歳からしたら18歳は大人か。君はこんな場所でもしっかりしていてすごいな。暗いとこが怖い人もやっぱいますからね。閉所恐怖症だったりとか。いや、ここでセーブをしつつ、生暖かい風に乗って獣のような生臭い匂いがする。うぐ、な、何この匂い。近づかない方が良さそうだな。ってことはこっちから行けなかったということは、座らなきゃいけないな、あの椅子に。あ、でも待って、なんか持ち物、ないか。はかなやばいね、なんか手が。はい、座ってみよう。ちょっと待って、アンジェ。
こんな場所に椅子があるのはおかしい。うかつに座ったら危険じゃない。座る。でも座る。あ。何しだったの？何しだったかわかんないけど。お、この箱壊せそうだな。中に何かも、あるかもしれないし、試しに壊してみるか。アンジェル、ちょっと離れてろ。明かりはなるべくこっちに向けてくれ。うん。すごい。博士は手に持った数本の黒いナイフで箱を壊したかのように見えた。ナイフじゃないんでしょうね。黒いナイフ？よく見ると博士の手は全体が黒い鱗で覆われたようになっていて、黒いナイフに見えたのは鋭く尖ったとても長い爪だった。これ手袋？いや、俺はこういう手なんだ。腕欲、欲腕症の、症状の一つだ。へえ、そうなんだ。木箱の中、ウサギの人形が入ったぞ。ウサギの人形を手に入れた。あー、なるほど。このウサちゃんを、代わりに、あの椅子に、おっちゃんこさせればいいんですね。よし。はあ、いつになったら出口が見つかるんだろう。なあ、アンジェル。アンジェルはいつトレガゴに来たんだ。さっき来たばかりだよ。へえ、それまではどこに住んでいたんだ。シドニアだよ。桜並木のあるあたりの一軒家で、ふんふん。パパとママと三人で暮らしていたの。私、一人っ子だから、桜。日本かな。桜並木か、見たことないな。どんなものなんだ。見たことないの？薄ピンク色のお花がいっぱい咲く木がね、道の脇に並んで植えられてるの。あとね、風が吹くとひらひら花びらが舞い散って、道が桜の花びらでいっぱいになるの。すっごく綺麗なんだよ。へえ、そうか。見てみたいな。綺麗ですよね、お花見。日本人はやっぱね、花見をしたいですよ。そういう美しさに。何、もう早くやろう。ウサギの人形。あ、違うの？これ調べる系？単に。この、ああ、なるほどね。ウサギちゃんを座らせると、向こうから大きなものとかした。ウサちゃんは、いつの背もたれから突き出た腕に、ぐちゃぐちゃにされてしまっている。え、これ何？人間かなんかだったの？お、セーブポイント。おい！何？崩れた。瓦礫が。ツールの風が止んでいる。ということ、あ、甲冑がなぜこんなところに。あー、うさちゃーんちょっと。今、いきなりすぎません？まっすぐ行かなきゃダメね。何があるのかなって立ち止まって確認しようと思ったらウサちゃんにやられたんだけど。入れ！危ねえ。あ、戻ってきた。助かった。どうやら元の場所に戻れたみたいだな。よかった。なんだか安心したら急に気持ち悪くなってきちゃった。そうだ、本を運んでいたんだった。誰への本？これで全部だな。アンジェル、大丈夫か？顔色が悪いぞ。まあ大丈夫。無理すんな。いきなりあんな日に、目にあって、疲れたろう。休ませてあげるから、ついておいて。うん。男の人と。なに？隠し部屋。そうだな。すごい。目がキラキラ。やけにテンションが高いな。隠し部屋とか憧れですからね。水だ。ありがとう。何か口にした方がいいかな。配給、もらいに行ってくるからちょっと待ってて。うん、わかった。誰からもらうんや、それ。あ、この部屋の本適当に読んでていいから。うん。はかな優しいんだな。鳥かごでも優しい人に会えてよかった。うん。ここはかなの部屋なのかな。廊下に並んでいるような個室じゃないんだ。本がいっぱい積んである。は、古代言語の本がいっぱいある。難しそう。わかります？これ表紙が綺麗。現代語だし読んでみよう。おー、まあ、字が読めなくてもいい本、なんか絵だけ見れる本みたいなのもあったりしますよね。でもこれは読める。リンネの証明。オスカー・ホワイト賞。リンネ転生とは、死んであの世に帰った魂がこの世に何度も生まれ変わってくることを言い、オカルトや宗教の、で頻繁に登場する超自然現象である。
しかしこれを裏付ける、うる現象は数多く存在し、輪廻転生は確実に実在するものといっても過言ではない。粒子論が時空を超えて全ての概念に通ずることは事実であり、死の直前の感情の爆発、前世の記憶や前世で負った傷や、あざを持って生まれる子供たち、難しい。私でもわかるような本ないかな。あ、こっちの本は鳥かごの絵図が載ってる。こんなになってんだ。左が、外側から見た鳥かごの絵で、右が内部から見た鳥かごの絵だね。なんか中心に向かって道が。ふーん、本当に鳥かごみたいな形してるね。塔を中心にドーナツ型に建てられてるんだ。内部の、壁から塔に向かってたくさん伸びてるのはパイプや連絡通路なんだね。ぐちゃぐちゃしてる。この構造であの連絡通路が維持できるのがすごいですね。すごい強度。グロリアは塔の上にいるって言ってたよね。それぞれ絵の真ん中にあるのが塔かな。ちゃんといけるかな。塔がね。そういえばグロリアの腕には、羽生えてなかったよね。グロリアはどうして鳥かごの塔に閉じ込められているんだろう。次あったら聞いてみよう。あ、帰ってきた。確かにね。パン持ってきたぞ。チェダーチーズが入ったパンだ。美味しそうな香りがする。ありがとう。アンジェルはパンにかじりついた。美味しい。ハカナも食べる？いや、俺はいい。お腹空いてたから、すごく美味しい。よ。そうか、よかった。適当に休んでいっていいぞ。優しい、ハカナ。結婚したい。男やろ、お前。俺がアンジェなら。それ、コロッといきます？そんな簡単に。世界の絶景や猫の写真集がある。三大国絶景巡り。うん。怒り役。あ、猫がもたらす世界平和。猫に猫が寝転んだ。猫好きなの？どうなの？どうなの？いろいろな本を読みますね。お、可愛らしい妖精たちが表紙の本があるが、古代言語で書かれている。はかないどういう本か聞く。題名は、ティルノーグの妖精たち。ティルノーグってのは神話にある楽園の名だ。この本はティルノーグへつながる道を見つける少年が妖精たちの願いを一つ聞き入れる代わりに自分の願いを一つ叶えてもらうという物語だ。妖精たちの描写が独特だったり、現実世界と楽園のリアルな対比が面白いぞ。へえ、面白そうだね。古代語。なんか後から関係するのかな。ペリーボッチャンと謎のプリンという本がある。あ、ペリーボッチャンだ。このシリーズ面白いよね。知らないんだけど。ペリーボッチャンとは。ここ、ハカナの部屋なの？ああ、本当は大図書室の一室なんだが、勝手に使わせてもらっている。ここに人が住んでいることは秘密だぞ。バレるといろいろ面倒なんだ。秘密なのね。わかった。わかったってはいいけど。もう少しハカナと、ああ、何回か話しかければいいのかな。ハカナの部屋は本がいっぱいあるね。本が好きなの？そうだよ。どんな本が好きなの？どんな？そうだな。一番物語が好きだ。私も物語好き。この部屋、古代言語の本もたくさんあるけど、もしかしてハカナはこれ全部読めるの？辞書買ったていいんだが、大体は。本当？すごいね。古代言語っていっぱい種類があるんでしょ？今の世界では、一つだけ、見る限りでは。日本語だけということでよろしいでしょうか。多分違う。気になる本があったら読んであげるよ。でも桜とか出てきたしね。ハカナは彼女いるの？いないです。すっごく優しいし、かっこいいのに、なんで？さあな。首から下げているそれって懐中時計か。うん。今日ね、私の誕生日だったんだ。この懐中時計は、今朝パパとママからもらったものなの。本当なら今夜は家族でディナーを食べに行ってたはずなんだけど、突然腕翼症になってそれどころじゃなくなっちゃった。それは辛かった。うん、大切にしろよその時計。アンジェル、もう夜も遅い。部屋まで送るよ。え、あ、実は私ね、自分の部屋には戻らずに塔に行くの。塔？うん、あのね、私なぜかガンドックに探されてるみたいなの。
白い羽が珍しいからじゃないかな。捕まったらきっとすごく怖い目に遭うって。でも友達が私のことを、なんだかばってくれるんだって。あのね、素敵な魔法が使える女の子でグロリアっていうの。塔の上に住んでいるらしいんだけど、魔法を使って私を綺麗な場所に招いてくれて、そこでおしゃべりしたんだよ。魔法って本当にあるんだね。知ってんのかな、グロリア。はかな、どうかした？ああ、いや。塔か。俺は行ったことないが、どうやって行くんだ？なんかね、最上階から空中回廊で行くんだって。最上階はガンドックが拠点を置く塔だぞ。あ、置く階だぞ。そうなの？君、ガンドックに追われているんだろう。仮にそのグロリアという子は魔法でサポートしてくれるとしても、さっきあんな目にあったんだ。君一人で無事にたどり着ける可能性は低い。でも、グロリア、塔の上でずっと一人なんだって言ってたの。きっとものすごく寂しいわ。だから私が早く行ってあげなきゃ。アンジェル、君は、お人よしだな。俺も行くよ。君一人じゃ心配だからな。いいの？いいよ。ありがとう。おお、はかなが仲間になったぜ。はい、といったところで、今回はこの辺で終わりましょう。いや、仲間になってくれるとは思ったんですけども、まさかこんなイケメンな、ね、しかも頭の良さそうな紳士と、紳士？うん。青年と行くことになるとは、夢のようです。はい、ということで、なんじゃそりゃ、どんな締めだ。ということで、また次回もよろしくお願いします。ではまた。